お話の中にもありましたけれども、大体生物進化というのは何もないところからいきなりボンと新しいものが出てくるということはないわけで、まあ、すでにあるものが組み合わさってそこからまた進化的な新しいものが出てくるというのが、まあ、通常のパターンです。で今日のお話も、まあ、それに、まあ、整合しているといいますか、まさにそういう形で人間言語も出てきたのではないかということでした。なので大枠としてはこれはもう誰も異論がつけようがないようなお話かなと思うんですけども、細かい点に関してはいろいろ質問とか皆さんあると思うので、そうですね、今から少なくとも30分ぐらいは十分にディスカッションの時間を取りますので、遠慮なく手を挙げて質問あるいはコメントいただけたらと思います。私自身は実はいっぱいあるんですけど、私はこの後個人的にいろいろお伝えできますので、まず皆さんの方でいろいろ質問していただいたらいいと思いますね。はい、どうでしょう。はい、どうも非常に興味深い話ありがとうございます。ちょっと疑問に思ったところがいくつかあって、で一つはその人間の言語と鳥の歌のよりエクスプレッションストラクチャーがその似ているということだったんですけども、これはその私の理解ではその例えばそのエクスプレッションストラクチャーっていうのはある種なんかこうペリフェリーみたいなところで、例えばフォースとかテンスとか、あとそれ以外にも例えばエビデンシャリティとか、あと、まあ、ビューポイントとかいろんな、まあ、ことを表せるようなそういったかなり豊かな、まあ、もしかしたらこう構造的になっている可能性もあるかと思うんですけども、それとその例えば鳥の歌のイーストラクチャーともそイクイバレントなものなのか、それともその例えば人間と同じような、まあ、ある種似たような形でその意図概念システムのようなものがあって、それでそれがあるからこそ例えば何か意図があって、その何かある音声を発することによってそういった人間が持っているような意図概念と同じようなものをただ表しているだけなのか、そこら辺のちょっと区別がよくちょっと分からなくて、でどうしてそう思ったかというと、例えばさっき音のシンボルのアラームの話があって、それはLシステムっていうふうに先生おっしゃってて、で QI とか縄張りの場合エクスプレッションストラクチャーに属するっていうふうにおっしゃったんですけど、そうするとなぜじゃあ一体その区別ってどこでつくのか、例えばもし仮に火事だっていうようなものを発話すると、それも例えば1号であれば地震とかいうふうに1号で言ってアラームをすることによって、それもだから何か移動概念システムがあって、それによって表しているとなると、もしかしたらそれもイーストラクチャーに属するんじゃないかってちょっと思ったんで、そこで区別がまあつかなかったところからちょっと今のような疑問が、はい、一番基本的な区別っていうのは例えば猿のようなあるいは蜂のような L システムは一つ一つのシンボルが実世界の何かを指してるんですね。蛇、レパードですね。鳥はそういう一つ一つの音が何かを指すということはしない。これも明らかにそうですね。でまたその作ったパターンですね。例えば金花鳥、あれはあの歌自体が何かその意味を持つということもないと。意思を表す、表現を作る、意思は求愛の意思を表す。でもその意思を表すためにいろんな歌を歌う、さえなき鳥とか200の歌があって、で基本的には一つの場、もしかしたら二つ、縄張りもそうですけど、でも縄張りもかなり求愛に関係しています。ですから歌が意味を持つという、鳥の歌が意味を持つと、要するにシンタックス・ウィザー・ミーニング、これはバーウィック・エット・オールの、これは正しいんではないかと思います。これはもう基本的な違いですね。うん、で最初におっしゃった要するに人間の言語は確かにこう大きいところでいい、鳥のような E で猿のような L というふうに分けられますけど、それが合体したところでいろんな面白いのが出てきているわけですね。ですから今おっしゃったこのエビデンシャリティとか、そういう、 こう間に出てくるものですね。ですから例えば L もどこまで N なのか、スモール VP で切るのか、それともアスペクトまで持っていくのか、これはまだちょっと私もよく分からないんですけど、その一緒になったところでまたいろんなものが出てくるというのは確かにそうです。ですね。ですからもちろん鳥の歌にないもので、E システムの、人間の E システムの中に出てくるものはもちろんたくさんあると思います。ただ一番基本的なところ、一番基本、そういうまあ、ある程度こう複雑なものを取り外して言うと E と L というふうに言えるんではないかということ
その先生がいいとおっしゃってたのは、さっき構造が出てきましたけど、いやリターミナも E システムに属する。そうですね。はい。それは単にそのファンクショナルカテゴリーっていうのを E システムと置き換えただけじゃなくて、何かそこには特別な E システムとそれを呼ぶ何か意味みたいなのがある。ですね、まあ、要するにの生成文法学者の言っているファンクショナルとレキシカルの違いですけど、先ほど申し上げたように L っていうのは根本的にその違う一つの性質として、 L のメンバーシップっていうのはものすごくたくさんあるわけですね、うん、いろんなそのものを指す、意味を持っているので、それに対してファンクショナルっていうのはもうほんのわずか、ほんのだから名詞句に出てくるE システムっていうのはD しかないんじゃないかな。そうですよね。D しかない。うん、ですから非常に限られている。で、鳥の歌のもう6つから7つぐらいでいろんなものを作ると同じような性質を持っていると、うん。そういうふうに考えています。うん、それであともう一つちょっと聞きたいんですけど、はい、その E レイヤーと L レイヤーがその合体したときに、うん、そのまあ人間言語の場合は、うん、おそらくその E レイヤーの方が上に来ていると思うんですけど、うん、それどうして合体したときに E レイヤーが上に来てて、うん、L レイヤーが、うん、それはそれ面白いポイントですね。それがそうだとすると、先ほど申し上げたようにマージっていうのは E が来ないとできないと、 L は基本的に L と L をマージすることはしないと。ですから常に E があることによってマージっていうのが行われるので、だから E が常にこう E がまあ上っていうか、L が上に来ることはないわけですね、それから言うと、うん、うん、だからある意味でそれを予測するんじゃないかと思います。で、自然言語でそういったパターンは、まあ、多分存在しないと思うんですけど、そういう予測をします。はい、はい、はい、あとはどうぞ。あ、宮本さん、すいません、一個質問に絡めてなんですけども、E レイヤーが最初にあって、それに対して L レイヤーがついて、最終的に何らかのムーブメント等の関係で最終的にそれがひっくり返るというのは、先生の移動は常に、常にですが、移動、一番自然な移動は L から E への移動ですから、それがひっくり返るってことはないと思います。具体的な例として考えているのは、例えば、C と G があって、これがエクスプレッションレイヤーで、その上に、B がついて、 D がついて、動詞の D がついて、それで最初にその B と C と D のコンプレックスから、例えば、B がプロジェクトして、その後何らかの関係で C と D がもう一度上に持ち上がるような形で移動なりをして、最終的に途中では、デリベーションの途中では B が、上がってますけども、その後で C と D が上に行くので、最終的には L、E と L の形が出来上がるというような形では考えても、それはもう排除するという考えで、うん、例えばレムナントムーブメントのようなものですか、まあ、うん、そうですね、まあ、そういう現象は確かにありますね。でもそれ最終的には上、 E が上になるわけでしょ。そうです、そうです、うん、ですから、その結局先ほどおっしゃったのは、うん、結局マージに対する何らかのその中に組み込まれたものであるのか、うん、もしくは出来上がったマージ自体は自由にできるけども、うんうん、出来上がった後の段階で、うん、何らかの理由で L、E の形になっていないと、うん、まあ、解釈できないと、うん、そのようなことなのか、うん、そこがどこにその制約が入ってくるか。ですから、どこまで、答えになりませんけど、どこまでが本当の理由であって、だ一番基本的な理由は、移動っていうのは L から E に行くものですね。一番簡単な移動っていうのは、これが、まあ、我々が普通研究するものですね。あと、このもっとこう大きな単位で動いてるっていうのは、これ実際何が起こってるかってよくわからないと思うんですけど、もしこれも移動っていうふうに扱うとしたら、予測としてはそうですね、E のところに移動しているから、最終的には E が一番上になります。それが、はい、はい、うん、だから常に E に移動するっていうことです、うん、例外はホーンシュタインスタイル の, プロを移動でやるっていう、あれが唯一 の, 判例 で, であれはきちんとちょっとこの考えなきゃいけないと思っています。はい。
リデュプリケーションとカンペアンで複合に関してですけど、それがまあこういうカンパニーとリデュプリケーションを見ると最初にまあ L レイヤーの一つのものを組み合わせているように見える、まあ、クラフトマン、クラフトマンの間に S が入ること、まあ私ならクラフトマンでもクラフトマン両方は言える気がするけど、その場合はまあただ発音してないというか、一応まあそういう予測をします。はい、リデュプリケーションの場合はあのメージは関係してないという、ファイナンスデータたまたで説明できるように、あのレイミーのやり方ですと、はい、それを見ると、まあ、メージは関係してないというか、メージですか、はい、だからそれがなぜあの L レイヤーの2つのものを組み合わせてないのか、ちょっとまだリデュプリケーションですか、ああなるほど、ははははあ、そうかそうか、あなるほど、だから2つの言葉がこうくっついてるような、はい、あははは、なるほど、あそれはなかなかあのそれは考えませんでした、はい、あのいい質問ですね、あのですからあのリデュプリケーションだから、もしあのそこの間に E が入っていないとしたら、リデュプリケーションというのは一つの L であるとです、ね、コンパウンディングがないと、一つの L だから、ただこのルーピングで一つの言葉を発音している、それがたまたまあのリデュプリケートになっているだけで、でも構造としては一つの L だっていう、そういう予測をします、うん、もしそうでなかったら確かに間に何か E が入らなきゃいけないですけど、私が知っている限りリディプリケーションは常にあの、まあ、先ほど見たようなものであの間に E が出てくるようなものは、あのシュムリディプリケーションがありますけどね、チョツキーシュモツキーっていう、あれ面白い現象ですね、うん、でもあれもきっとあの、同じようなルーピングでできると思います。よろしいですか。はい、あのすみません、ちょっとこれ音を消せますかね。音を小さく、なんかずいぶん雑音が入ってる、うん。はい、ありがとうございます。分析するという立場からちょっと質問したいんですけど、その解析対象となっているシステムが、何システム、すみません、あの動物のコミュニケーション、動物のコミュニケーション、はい、エクスプレッションストラクチャーに属するものを持っているのか、それとも、まあ歴史的ストラクチャーを持っているのかっていうのの、はい、判断基準になるのはその要素が意味をものになっているかどうかということと、あの実世界のものを指す、それから、うん、そのルールの複雑さというのも関係してくる。ですね、あの L システムはあの私が知っている限りではその L システムは一つのシンボルが何か実世界のものを指すと、でまたその2つのシンボルが組み合わされることはまずないと、これが L システムですね。もう単独の、あの一つのシンボル対何か実世界のものと、ハチのダンスの組み合わせで情報を伝えて、そうですね、でも単語は2つです、距離と角度です、ね、距離とか距離と角度を組み合わせて一つの表現にしているわけではなくて、たまたままあ同時にあの表現してますけどね、その踊り そのこの振動と角度、たまたま同じなんです、あの同時ですけど、でも別々です、別々の単語、うん、これはあのうん、あのその 同時にあの例えば手話なんかも人間の その言葉で発生するとどうしてもこう縦に並べなければいけないから同時に言わないです。手話の場合はこう単語をいっぺんになんか いくつも言える可能性があるわけですね、うん、でも単語は単語で別々です、うん、蜂もそうです、別々の単語をあの表現していると思います。進化の過程で人間の場合はこの2つが融合したと考えたので、うん、当然これ独立に人間の場合はこういうものを、独立能力として進化させてきたということを示唆しているわけです。そうするとどういう、条件が、あるいは外的な条件がその2つを融合させる経緯になるか、それを知りたいところなんですよ、うん、それを知りたい、あのね、一つ言えることはこの
宮川、バーウィック岡野屋ではなんかこう鳥の歌、とその猿あるいは蜂のシステムが融合してあるいは統合して、でそこまで言わなかったんですけど、なんか鳥の歌から直接人間のいいシステムが出てきたっていうふうに解釈をされても、まあ、我々の書き方が悪かったかもしれませんけど、そういうふうに解釈されてもおかしくないんですね。でもそれはありえないんです。じゃあありえない、どっちかっていうと鳥とその哺乳類っていうのは3億年前に分かれてるんです。人間の言語は8万年から10万年前に出てきた。ですから鳥と人間直接進化で上で関係を持つことはそれはもう考えられないです。ですから E と L が人間の中でこう融合統合されたっていうのは鳥と哺乳類のシステムが統合したというのはそれはまず不可能なんです。ということは何が起こったかっていうと、L は人間、まあ、猿からL システムをもらったというふうに考えておかしくないと思う。E システムも実は鳥から哺乳類に伝わっているというふうに言わないとこの統合仮説はうまくいかないんです。哺乳類にも E システムがあると。でその E システムはたまたま哺乳類にはそのコミュニケーションのシステムには出てきていない、でも他のところでその E システムがあるんだというふうに言わなければいけない。それが潜在的にあって、でそれが人間の中で初めて言葉として統合したと。で今岡野谷先生とか他の人たちと書いている論文の中では哺乳類の中に、どういうような E システムがあるかっていうのを今探っています。であると思います。